ジーンです。今回はこの間ゲットしたガチャガチャの牛丼食べ終わりリクエストをいただきましたので、牛丼食べ始めに変えていきたいと思います。それでは早速作っていきます。粘土でお米を成形していきます。カットしたアルミホイルをくしゃくしゃにしていきます。粘土をアルミホイルに挟み肉を成形していきます。用意します。
伸ばします。着色した粘土を使うと紅生姜になります。着色がしやすいようにパーツをマスキングテープに貼り付けます。肉を薄く着色していきます。していきます。